装甲作業機とは、大日本帝国陸軍が公平用、近接戦闘機材として開発した戦闘公平車である。付属装備を交換することにより、統地下攻撃用、地雷処理用、火境戦車、火炎放射戦車などとして使用できる。高型から土の絵型までの5種が生産され、日中戦争や太平洋戦争で実戦使用された。漢字表記は、装甲作業機とも書き、 装甲と作業のイニシャルから SS 機とも略称された。第二次世界大戦前、ソ連を仮想敵として満州方面での戦闘を想定していた日本陸軍はソ連の国境人地攻撃や密林、湿地帯の突破を重要課題と考えた。そこで1929年に定めた研究方針に基づき、1930年に路上障害物の排除と統治下の破壊を 主目的とした戦闘公平車の開発を始めた。研究担当は公平機材担当の陸軍技術本部第2部であった。1931年6月に三菱重工業で試作車が完成した。主目的の2機能に加え、残豪の屈削化学兵器の散布及び除去、火炎放射、地雷除去、煙膜の展開といった各種機能がこなせる。 万能工作機械として設計されていた。これは財政難などから多機能が期待されたためである。直ちに公平学校などでの実用試験が始まり、1933年には特別公平演習に参加した。折りたたみ式の架橋設備の追加などの改良を経て、1936年に96式走行作業機として仮正式となった。この際、 1> 第1級秘密兵器の取り扱いとなっている。搭載用通信機としては1935年から新型の無線機が研究され、96式4号母無線機として正式化された。比較的に車内容積に余裕があったため、従来の日本の戦車用無線機よりは性能良好であった。そのため、後に97式中戦車の車載無線機にも採用され、 1941年から1945年まで80機生産されている。なお、日本陸軍において戦車は、不評価の所管であることに配慮し、本社の武装は自衛用に留められた。車体は89式系戦車の足というべきもので、あるが、不評価を刺激しないように、新規開発の専用車体ということになっている。名称も、 作業機と称して、戦車との違いを強調し、助数詞も、量ではなく、機を用いている。足回りは89式系戦車と少し異なっている。1937年にはエンジンを、原型車の89式中戦車と同様に、空冷ディーゼルエンジンに変更し、作業具も改良したお姿が開発された。その後も1944年までに、 兵型から土の絵型の各改良型が開発された。当初は非常に多機能であったが実用性に乏しく最終型の土の絵型では、統地下攻撃、火強、火炎放射、地雷除去に絞り込まれていた。代わりに数種の単能工兵車両が開発されている。調合装置を展開して火強中の装甲作業機、作業用機材として以下のものが開発された。 取り外し可能な装備の運搬用には、牽引式の付属者が試作されたが、行動力低下が著しく採用されなかった。その後、94式6輪自動化車の回収車や、早期式の機材運搬車が用意された。1934年に、独立混成第一旅団の独立工兵第一、中隊に最初の部隊配備が行われた。独ク第一旅団は、 日本で最初の機械化部隊である。1937年に中国戦線で実戦参加し、火炎放射による不評支援を行った。しかし、1000km もの長距離航軍の結果、故障が続出した。1939年には専門の運用部隊として独立航兵第五連隊が創設された。同連隊は大祖戦争における統治化破壊を想定した。 舞台だった。太平洋戦争勃発後の1942年に戦車師団の創設に伴い独港第五連隊は解体され、装甲作業機は3個戦車師団と共同戦車旅団の公兵隊に分配された。各戦車師団の公兵隊には定数で24機が配備されたが、低速で長距離航軍に耐える耐久性能もなかったため、それほど 効果的な兵器とは認められなかった。太平洋戦争中は、ルソン島の防衛戦で、戦車第2次大工兵隊が2形式以上の装甲作業機を使用した例がある。ルソン島では、アメリカ軍により発揮が露革された。以下の5形式が開発された。高型の正式名は93式装甲作業機、オツガ対が96式装甲作業機の、 バリエーションであるとも言われる。もっとも、96式走行作業機の仮製式時の使用によれば、エンジンは105馬力の水冷ガソリンエンジンとなっている。高型水冷ガソリンエンジン。車体全部に機重機と昇格。生産数13機。ただし、高型内でも数種のバリエーションがある。オッツ型エンジンを120馬力の空冷ディーゼルに変更。機重機を廃止し、 昇格を後部に移動。生産数8機。平型流体変速機使用。昇格を廃止。車体後方にも操縦席設置。生産数1機。低型エンジン出力を150馬力に強化し、最高速度時速2 9トルに向上。生産数20機。土の絵型機能を4種に限定し、架橋設備をカタパルト式に改良。 生産数77期。斉藤らによると、器表記が正式名であるが、舞台では、木と称したという。ただ、木表記の仮正式制定文書が確認できるので、本校では、木表記を、主とした。斉藤、宗方40ページ。斉藤、胸八84ページ。近接戦闘機材96式。走行作業機仮正式制定の件。 ありがとうございます。